ご視聴ありがとうございます。こうチャンネルです。皆様にお伝えするような話じゃないんですけど、私今月誕生日迎えまして50になりました。それでですね、妻の実家の方からですね、おビールが送られてきました。ラッキー。で、この年になってね、誕生日プレゼントもらうと思ってなかったんでね、まあ、嬉しくて、ちょっとね、写真撮ってみました。それでね、誕生日を迎えて、妻にね、言われたことがありまして、それをね、ちょっと皆さんにね、お話ししようかなと思って、ラジオ形式でね、動画撮ってみました。だからね、どんなことかというとね、お父さん、何歳になったの?と、尋ねられまして、ね、知らないの?つって、50だけどって。で、本当はいくつ?って。いや、50だけどって。だってさ、お父さん50何回迎えてんの?言われて、私ね、40半ばぐらいから、半ば過ぎぐらいから、もうずっと50って言ってたんですよね。別にね、サバ読んでるとかそういうことじゃなくて、本当にわかんなくて、50と思ってたっていうね。だけれども、健康診断がね、私夜勤なんで年2回あるんですよ。そうするとね、問診票に自分の年書いてあるんですよ。で、その都度ね、ああ、50なってなかったって思うのに、半年後の健康診断の時にはもう50って思ってるんですよ。ちょっとね、いかれてるのかもしんないですね、頭が。自分で言うのもね、なんですけどね。まあ、すっとこどっこいですわ。それでそれはね、何回も50、50って言ってるからね、本当の年わかんないよって、まあ、奥さんに言われたわけですよ。で、とりあえず今回は本当に50なんでっていう話をね、したっていうどうでもいい話です。もしかしたらね、心の奥底でね、50っていうものに憧れがある、ないな、別に。なんだろうな、50なんかあんのかな。ね、前世の記憶とか。いや、それも別にないな。わからないけども、とりあえずね、ずっと50って言ってて、本当にそれがね、50になったっていう話なだけですよ。まあ、50って言うとね、半世紀じゃないですか。半世紀生きてね。まあ、それなりに楽しいというかね。まあ、苦しいですけどね。まあ、元気でいられるのは幸せですよね。ただ、そんなこと、それだけかな。別に、特になんもないんですよ。そう、ね、50って言い続けてきて、本当に50になったよっていうバカ話をね、したよっていう話でした。で、最後までね、お付き合いくださった方、申し訳ないです。すいません。